はい、こんにちは、まーやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。スマート R2D2 です。はい、こちらですね、以前紹介しましたこちらの、BB8、はい、これみたいなやつだね、うん、要はスマートフォンでコントロールできる R2D2 でございます。はい、なんかね、見た感じでかなりすごそうです。そうだよね。じゃあ開けていきましょう。はい。お、結構、おっと、気をつけて、気をつけて、気をつけて、うわちょっと気をつけてね。おい、取れた。よし。はい、こちらがスマート R2D2 ですね。はい。結構よくできてますね。うん。で、頭もちょっと動きそうで、足もなんとなく動きそう。そう。で、ここも動きそう。もうタイヤついてる。ローラーはね。うん。すごいよ。なんか、いろいろ動きそうだね。うん。裏側はこのような感じになっております。はい。はい、特にここは出るとかはないね。あ、そうだね。R2-711 と比較してみましょうか。はい。お、結構大きいね、こう比べるとね、うん、で、BB8 と比較したら、そうだね、ちょっと BB8 これちょっとスケールが合ってるとよかったんだけど、うん、ちょっと小さすぎるね。もうちょっと大きいよね、ほんま。そうだよね、うん、これがですね、ディズニーランド限定のポップコーンバケット、はい、と比較してみると、こんな色合いはこのスマート R2D2 の方が全然いいよ、うん、こちらにあります R2D2 のゴミ箱、はい、と比較してみるとこれだけの大きさの差がありますね。そうだね。中に入っちゃうとだね。うん、ここにしまっとけばいいや。そうだね、うん、電池を入れて起動させてみましょう。はい、はい、では今ね、電池を入れてみました。で、今スマート R2D2 ってアプリ落としてありますので、これ立ち上げますね、はい、あ、接続中になった。日本語になってる。あれ、見つかりませんってなっちゃった。ライトのとこがスイッチだって、これ。あー、来た。おお、あ、すごい。接続したすごい。ちょっと待って、ドライブ、あ、動かせんだ、こうやって。おお、とっ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 と、おー、すごい、ちゃんと光ってる。見える、見えたかな。おー、すごい、見える。おー、すごいね、うん、あれ、じゃあ、あ、すごい。ちゃんと立つんだね、この子ね。うん。カンティーナだ。ちょっとごめんね、これが邪魔だったね。素晴らしい。すごい。今のがドライブモードで、ミッションってのがあるね。あ、ミッションあれだ。ロックになってるんだ。あ、ほんとだ。あー、なんかプログラミングするんだ。ちょっとえちゃんやってみてくれる？結構。あ、これで動きをプログラミングするんだね。うん、で、あ、スマート通信を送るだって。あ、これで動き出す、ある程度。なるほどね。まっすぐ行って左に曲がった。ミッション完成。あ、これで一個ミッションクリアだ。で、次押すとミッション。あ、R2D2 がサウンドを鳴らすようにプログラムできますだって。へえ。やってみて、ちょっと。うん。送る。すごいじゃん。キャラクターギャラリーっていうのがあるんだって。なんだろう。お、ちょっと待ってね。じゃあまずベーダーをしてみてください。はい。あー、なるほどね。こっちの声と連動してアルツが動くんだね、うん、チューバッカーやってみてください。なるほど、忘れちゃいけなかった。 3PO もやりましょう。はい。ジャワ、あ、ジャワ、
あ、よかったディロリロリロリあーボーンって倒れるかと思ったそこまでは再現されてなかったね、うん、よかった説明書を見るとですね3つのモードで遊べるみたいでした。はいごめんなさい、最初に説明書を見ろって話なんだけど、はい、まずねステーショナリーモードっていうのがあってノブを左に回しますと、狭いスペースで遊ぶことができるんだって。これで、うん、これで左に回すこれがステーショナリーモードってやつだね、うん、R2 があんまり動かない、うん、ね手を叩いたり、うん、このボタンを押すと音楽が鳴ったりするみたいな、うん、じゃあちょっと叩いてみる、うん、あパンパンだね。ああ警戒してる警戒してる反応してるのかちょっとわかんないけどね、うん、ってんのかな。まずノブを中間の位置に回すとこれがモバイルモードだって、うん、こうすると広いスペースで遊ぶことができるんだって。あちょっと動き回っちゃうかもしれない、うん、あやっぱ動いたね動いたね、ガードモードこれが静かなところに置きます。そうするとアルツは周囲を警戒しますだって、うん、あこれだこれ警戒もしてんだ、うん、あ、これでアラートが鳴るんだね。うん、なるほど、ね。警報だ。警報だね。ノブを押すと警報は止まりますね。ここを押すと止まる。なるほど、すごい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 。じゃあエシン君がプログラミングしてくれましたので、はい、動かしてみてください。はい、これも入れたの？長いからなじゃあ私のプログラミングは最後に披露したいと思いますね。はい、はい、ということで今回はスマートアルツリツでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、これいいね。うん、すごくいい。 Amazon で1万4000円ぐらいしました。はい、うん、でもそれぐらいの価値はあるかもしれない、うん、スターウォーズ好きの方はぜひ検討してみてください、はい、では R2 もいますけれども質問回答コーナー、イエーイR2 も喜んでくれたすげー。前の動画ですね、ローグワンのメタコレの、はい、コメントを見ていきましょう。マルクス・エドウィンさん、ロージュロージュどうもです。メタコレなんてあるの初めて知りました。なかなかの完成度ですね。買ってみようかしら。うん、メタコレね、なかなかいいですよ。ただね、あんまり動きがないのでそこだけちょっと注意が必要ですね。はい、うん、おっとっとい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 YA さん、いつも楽しく見させてもらっています。電王が当時から大好きっす。エイシン君とパパさんの好きなイマジンは何ですか。また好きなライダーフォームは何ですか。自分はモモタロスが好きで、ライダーはガオーとネガデンオー、フォームはクライマックスが好きです。あとスターウォーズも大好きなのですが、2人の好きなキャラは何ですか。自分はダースモールとアナキンが好きです。マイチャンネルウォーズの勝又さんコラボはまた見たいです。これからも応援しています。長文すみません。だってありがとうございます。結構長かったね、うん、好きなイマジン、パパキンタロス。まあ普通にモモタロスかな。そうだ、わしの強さにお前が泣いた似てるでもあれだよ、パパ桃太郎の方が得意だから。あ俺30。あそれもそうだね。今歩いてた歩いてた。好きなライダーとかフォーム、パパはガイムの極みアームズが好きだな。エグゼイドのゴーストゲーマー。エグゼイドゴーストゲーマーちょうど映画見たばっかりだからね、はい、スターウォーズの好きなキャラ、パパね、ボバフェットとジャングフェット、うん、あとよく言ってるのがジェダイではクライガンジンとキッドフィストだね。うん、 X-Wing を操縦するパイロットの方ならポーで、あポーね、でライトセーバーを使う選手の方だったらルークかな。あーなるほどね、そういうことでございました。はい、はい、ということで今日のですねスマート R2D2 の動画のコメントはこの次の動画の最後の方で回答したいと思いますので、はい、ぜひこちらの方にもコメントいっぱいください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。